ごきげんよう、劇団小林ラジオのミスです。お疲れ様です。2本目ノートツアーっていうのをね、一つ前の動画撮りましたよ、はい、ノートツアーだけどもガンガンリフォームしちゃってさ、もう大工呼んでたからね。ちょっとあの部屋片付けますねレベルじゃないですもんね。うん、部屋片付けますねで重機が来てたね前回は、うん、今回こそはシンプルなノートツアーです。12月ね、ライブの前に減量してまして、今回は本当に初めてその減量はさ、痩せるバレットジャーナルっていう動画で出してますけど、食べるものを我慢しない、食べていいものを書くっていうノートを使ってダイエットに挑戦して 66.3、だから3キロ痩せてんだよ。で、まあ、1月普通に自由に過ごしましたと、まあ、体重がまた痩せる前に戻ったんですよ。で、まあこのコロナ禍でしょ、あの私はライブがないとダイエットしないんだよ。それ良くないなと思って、うん、やっぱ定期的にちゃんと痩せたり増えたり、まあ、やっぱ食べ物を幸せに食べてる時間も大事だったり、たくさん会食してみんなと話す時間も大事じゃん、うん、だから太る時期と痩せる時期をちゃんと決めて緩やかに寿命を迎えようと思って、でまたちょっとね食事を記録しようかなと。そうなると私のダイエットする時に必要なノートツアーしようかなと。であの前の動画で紹介した時よりちょっと進歩してんのよ。はい、使うのは、ロルバンエルのダイアリーです。あのキャンプのやつかわいいよね。で基本的には1週間に1回日曜日だけ体重を記録してます、はい、で、このペンギン何だと思う？何かが達成できた時、そういうこと、酒飲まなかった時、うん、で、ここが、筋トレ、うさぎさんは、はい、うん、っていうのをやってます。で、まあ、12月とかはやっぱライブ前はもう全部イエ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 イですよ、はい、でこれ実際痩せましたと。でもう一つポイントとしてはレコーディングしますね、食べ物を。こういう風に記録していく。1日に食べていい PFC のポイントを決めてるから、それをしっかりと達成できるようにこう記録していくっていうことです。これをひたすら続けていく。これだけで痩せていくんです。これは痩せるバレットチャンネルに書いてるんで詳しくは説明しませんけど、うん、こういう風にちょっと数値が出るのよ、いろいろと、はい、でそれに合わせて毎日毎日記録していくっていうこと。こっちはあんま変わってないね。前と変わったのはこのインデックスつけたとこかな。前はここにペン刺してたからインデックス邪魔だったんだけど、うん、もう本当に家にいることが増えてね。で、あのここ刺す必要がなくなってきたから、はい、このインデックスつけて、利便性を重視しました、はい、で、覚えてるかな、ここにさ、これ刺してたんだよ。刺してましたね。で、これがあの食べ物の PFC を記録したんだね。よく食べるやつですよね。そうそうそう。で、これで色分けしてたんだけど、これがあの確かあれだ、脂質が多いから脂質気をつけないかん食材、うん、けどよく食べる、うん、健康にいいから。で、これがタンパク質が欲しい時に食べる。で、青が糖質が欲しい時に食べるっていうのやってたのよ。でもこれ検索がめんどくさくてな。でいつも同じものしか食わなくなるのよ、うん、結局鶏むね肉、ごま油、白ご飯、そば、トマト、ブロッコリー、ザツオールみたいになるのよ。でもやっぱさ楽しくないってなって、楽しくないっていうか、なんかここでねこの PFC をこう、あえー、ここが栄養さんだとか思うのも楽しいから、同じものばっか食ってるのもちょっと俺全然平気なんだけど、3食そばとか何にも困んないんだけど、周りがざわつくじゃん。あ、また店さん同じもんばっか食ってると、またそば吉の山かけそば大盛り生卵トッピングばっか食ってるってなるから。でこのノートがね進化したんですよ。これシステム手帳買ったんすか？買ってない、正月に実家帰ったんだわ。で見つけたんだよ。もう全く記憶にない。大学の頃に誰かからもらったのか、多分自分では買ってないと思うんだけど、数ページぐらい使っていらねって言って使ってないやつが発掘されたんよ。最低でも15年、あのカレンダーとかついてたんだけど2005年だったから、うん、もう1年生の時に誰かにもらってほとんど使ってなかったんだよね。これをちょっと改良しました、うん、まあ、とりあえず2005年の手帳みたいな部分全カタポンですよ、うん、もちろん全カタポンで、これっすね、あんま詳しくないんだけどミニ6っていうサイズらしいんだわ。ミニ6、ミニの6、6個穴があるくらいだと思う。このライフノートあるじゃん、書き味最高の、あの有名な、すっごい書き味が好きで。 MD ノートとはまた違うんですか？あ、違う違う、 MD ノートもう1個も考えなかった。嘘、まあ、MD ノートでもよかったんだけど、まあ、なんかちょっと変わったのがいいなと思って、うん、で、安かったんだよ、思ったより。いくらぐらい？もちろん忘れてます、うん、ねえ、いや、なんか高かったんだよね、システムノートのリフィルだから、そのノートカバーとかで頑張ってどんどんこうしてたじゃん。だけどこれは結構安くて買ったの。でこれをもう中に入れてます、こんな感じで。これが痩せるためのノートの時のサブウェポンとして使ってるの、これの代わりに。ほうほう。さっきのこれが糖質を取りたい時のよく食べる食材シリーズで、これどんどんアップデートできんじゃん、足せんじゃん。そうですね。
でこれが脂質のとこ、うん、でこれがタンパク質、タンパク質はやっぱ多いな、あの発見して嬉しいからいろいろタンパク質のパターンを書いてる、うん、でここが料理、山かけそば大盛りとかさ、もう一回一回足して計算するのバカバカしいやん、卵、うん、山芋とかって、うん、かよく食うもんはもうこう書いておくのよ、うん、っていうのを始めた。でここが料理、ダイエットの時に使う料理、これ蒸し煮、昔のバレッジャーナルから掘り出してきたよ、一時期めちゃくちゃ作ってたよダイエットの時、うん、これ糖質制限時代だけど、とかカッテージチーズとかもこうやってメモしていって、うん、あの減量の時に作ったら便利なもので毎回検索しようとね、カッテージチーズもお酢の量何本だっけみたいな、こういうのもメモしちゃおうと。本当はこれここにつけてたのはなんでかって言ったら持ち運びがしやすいからなのよ、はい、うん、だけどさ最近家によくいるからさ、だったら大きくて便利な方がいいかなって思ったんですよ。でこっちはあの使い切るかもしれないけど、使い切ったら新しいの行きゃいいし、これはずっとそこで共有できんじゃん。で多分これ本物の皮じゃないんだけどさ、どう考えても牛の匂いしないんだけど、なんならちょっとほんのりあの発掘された匂い、タンスの匂いがそこはかつなくしますけど、まあこういう風にしてここが入れ替わっていく形にしてさ、こっちはだん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 自分の体のことが書かれてるシステム手帳になってったらさ、素敵だと思わない？システム手帳がいいっすよね。そうだから今日はこれのノートツアーだから、そうな、一応なここにあのこれつけてみてるよ、入れるもん全くないけど。そうで、これがシステムバインダーミニ6アジェンダーみたいな、でもこれ検索してもちっとも出てこねえんだ。でなんか、ね、通常郵便料金とかさ、 JAF のあのロードセンターのとかって全部あんのよ、届け出とか。それがその15年前に運のやつ、これちょっと記念に残してる、2005年2月25日現在って書かれてる。通常郵便とかも絶対いろいろ変わってるもん、うん、まあ記念にということで。そうね、なんかその本当にあの昔の発掘したんだよって掘られてるけど、そうこれねいいなと思ってちょっと今使ってんのさっていう感じですね。というわけでね、私がついにシステム手帳を使い始めたよっていうことですな。いいな、これな、これ何円かも調べなかったよ、うん、あんま高いもんじゃないと思うよ、うんうん、けどまあね、こんな感じで文房具を中心としたガジェットに囲まれた生活を提案しておりますので、ぜひこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter のハッシュタグでイマルミンというハッシュタグでね、リスナーの方が交流をしております。文房具以外の話題もあったりとか、結構横のつながりが楽しくてオフ会も開かれたりとかしてるみたいですよ。なんでぜひ SNS でもつながれたら嬉しいです。月曜日は、おやすみラジオという、お休みのね深夜の生配信をやってますんで、こちらも文房具も話題に出るけど、まあおでんとかあるあるとかが、あの中学校の思い出とかいろんなこと喋ってますんで、ぜひねそちらもね覗いてもらえたら嬉しいです。とにかく私たちを応援してください。よろしくお願いします。おしまい。ごきげんよう、劇団小林アレタの店です。もうピー入れてくださいね、もうクソくらいですね、ほんとね。反応に困ることをしないでください。ああ、いやなんかちょっとやっぱふんわりした世界も必要かなと思って、やっぱ文房具 YouTube っていうのはやっぱ基本的に爽やかもしくはふんわりなのよ。うちぐらいだよ、こんななんか管巻きながらぼやきながらやるのは。そうだよ。え、でもなんかあの文豪のあれとかは、あ、そうなの？管巻いてる？管巻いてないけど、なんだろう、マツコの、あ、内世界的な感じのこう指とか。ああ、文豪さんじゃなくて、それはあれ、なんとか堂。キリン堂？な、違うな。キリン堂はあのカレーが食えるお店。あれ？パッと出てこないね、はい、まあいいかいいかいいか、まあ、そのなんとか父さん、はい、そうそうそう、なんとか父さんの、ああ、あんな感じ。俺あの鳥枠なんだ。いや鳥は私じゃないですか。いや鳥の方が口悪いよ、あれ。あ、どうしたかったら、いや、まあ、文房具に無頓着じゃないですか。頓着ではないね、頓着はないけど、まああのレベルまでになったら、あの頓着ない方よりも俺らは頓着がないからさ、うん、そうだよ。だから俺らは頓着がないことを売りにしてるから、まあこれでいいんじゃない。でふんわりしたのもたまには入れてさ、相手をゾワッとさせましょう。油断させてね、イマルミをゾワッとさせてから始めましょうよ。おまけいくんで最初からお願いします。今の全部、うん、どっから。いや、ご機嫌ようから。もうそれはいい。普通にいつも通り。なんでわかったんだ。あれしか本当食べないですよね。そぼけちは食べない。なんで選ぶのがめんどくさい。もちろんけど、あれが一番うまいし、うん、あれ食って、いや、あれが食いきれなくなったり、あれ食ったらさ、お腹いっぱいになってパフォーマンス下がるようになったら、パフォーマンやめるよ。うん、前さ、清美さんとそば生地行ったんだよ、仕事の合間に、
でも普通になんかランチとか頼んでるの、うん、清美さんは、うん、俺がそばあの山かけそばさの大盛りをさこうずるずるずる食ってんじゃん、うん、それうまそうだねって言ってくれて、うん、清美さんできるわと思った、はい、清美さん分かっとるわ。数ページぐらい使っていらねって言って使ってないやつが発掘されたよ。最低でも15年、うん、あのカレンダーとかついてたんだけど2005年だったから、うん、もう1年生の時に誰かにもらってほとんど使ってなかったんだよね15年経ったら俺文房具 YouTuber やってんじゃん。こんなことあると思って様子てんかったですね今まで。ああ結構ね、大学1年の終わりぐらいに一人暮らし始めて2005年のまま時が止まってんのよ。あ、いや、俺の部屋が、はあはあ、だからこういうの出てくるのよ。本当にもう本当に時が止まってっから。虫に行ってメモするほどのレシピですか。大事よ。いやこれはね、あのね、もう野菜何にも関係ないよ。火の通りにくいか通りやすいかで、3分の時は3分の1カップ油が、油何油でもいい、大さじ1/2、これで全て完了するんよ。で大さじ1/2で野菜がもりもり食えるんよ。うん、でその時のコツが書かれてるのがあるんよ。これはもうプロ並みにできるけど、野菜も大きさも何も関係ない。ポイントは大きさを揃える、で水と油を入れる、で油の量は3分の時は3分の1カップで2分の大さじ1/2、8分の時は2分の1カップで、油大さじ1/2。やっぱ大さじ1/2で油切れるっていうのはこれかなりでかいから。で大きさを揃える、必ず。何の野菜の大きさ、そう、あのバラバラにしない。この方法を使うんだったら、例えば大きさって、人参だったらあのガタガタの乱切りとかせずに、はい、綺麗な大きさに切る、うん、輪切りとか、輪切りの大きさ変わってくるから、まあ縦に切ってこうとかな、短冊切りみたいにするとか。難しい。いやまあなんでに全部人参で話すの。キャベツとかだったら一瞬じゃん、ザッザッザッじゃん。キャベツでもいいんだよ、じゃがいももいいんだよ。今度見せてくださいとかって言って、めっちゃこれ簡単に作れるよ、何でも。で肉は味を揉み込む。これであのプロがあの手かけたみたいな味になるよ。肉だけはぼやっとするんだよね。だから肉は先に味を揉み込む手間さえやれば、この蒸しに簡単できるのよ。へ、ここメインはここだから。これはもう耳たこでしょうから、うん今の目にとっては。うん、はいはい、店がいつものな、はいはい、減量減量みたいな、はいはい、はいはい、せーの、ストイックって言ったら喜ぶんでしょ、はーいってなるだけだから。